はい、皆様こんばんは、そしてこんにちは。ファミツ FDVD ポッドキャスティングのお時間でございます。私司会のプロデュースでございます。はい、ゲスト。はい、ファミツ FDVD 編集長のルパン小島です。はい、どうも。あれ食った人いる？ラーメン、カニラーメン。あ、食いましたよ。あれ本当にカニ爪入ってる？入ってました、入ってました。辛もついてる、うん、辛もついて、肉入ってんの？肉入ってました。で、真空パックになってんの？真空パックだったかな。ドライ？乾燥です。へえ、うまかった。美味しかったですね。ああ、食いそこ。今日まで食って感想でも言おうかと思って。ああ、いけねえと思って。もう部屋がね、散らかって散らかって本当に魔法でなんとかなんないんですかね。あ、魔法とかそういうこと言う人だったっけ？ムカつくな。ええよ。いやいやいや、でもその気持ちわかる。なんか部屋片付いてる人。今桑原くんが手を。お前綺麗好き？綺麗好きっていうか、一回片した状態からあの汚れるほど家にいないっす。なるほど。物も少なそうだな。でもそうなんですよ。DVD と漫画とかすごい。あとガラス製のチェス。これ。ガラス製のチェス。随分洒落たものを持っていらっしゃる。どうした？群馬じゃ売ってないだろ、そんなの。いや、俺結構あの将棋、囲碁、チェス大好き。テーブルゲームが好きなんだ、ボードゲームが。でこれは東京にも置いておかないとダメだろうと。チェスなんでガラスの。なんかこれがいいかな。お前センスだ。ガラスのチェス。ショックだわ。いや、でもかっこいいね。でも全くお披露目する機会は全くないですね。チェスだってできる相手いないでしょ、あんまり。全くないですね。将棋もないし、囲碁もないし、もう何だろうと思って。将棋もちょっとはできるけど、下手くそってやってもつまんないでしょ、うん、ちゃんと基礎の基礎を。そうですね、ある程度知らないと。そうですね。じゃあ結構強いってこと？うちの親父がアマチュアの何段か持ってて、将棋を、あれ子供の時相手して鍛えられたんだ。そうですね。へえ、すげえ。飛車角ぐらいになるじゃん、お尻の穴入っちゃうんだじゃん。余裕ですね。すげえ。そうか。で、ガラス製なんでしょ、それ。完全にそうです。すげえなぁ。意外だなぁ。誰かいないかな、強い人ね。あんま聞かないね。将棋もだから子供の時やったけど、そのもう型みたいな、穴熊とかなんかあるじゃん、いろいろ。そういうの分かんないもん。将棋もだからさ、小学校とか中学校の時さ、とんでもなく強いやつとかいなかった？やっぱ親父なんだよ。なのか。子供だけじゃ強くなんないよ。え、囲碁もできんの？できます、できます。じゃあお前教育テレビ見てても退屈しないんだ。じゃあ別に普通に。で、このプロはこういうことしたいんだな、この人はそれに対してこうしてんだな、もう分かるんだ。まあでも解説と一緒に見てれば、うん。渋いね、この人。俺だって囲碁の番組なんかちっちゃい時見てて、何のことだこれって思ってたから、ずっと。何の囲碁は分かんない。なんかこの白い挟めばいいんだよね。なん一応俺も囲碁昔分からなかったんですけど、光の碁を読み出してちゃんと勉強して、ああ、そしたらで、あれか、家にあったアナルパールをばらして由美さーん、由美さーん、ごめんなさい。大体合ってます。大体合ってる。光の碁はね、でも面白かったね、あれ。アナルの碁？俺も光の碁。もうまたちょっと絶対そういう同人誌あるだろうな。あるだろうね、アナルの碁。ありそうだな、すごいありそう。あるんだな。こんなオープニングトークでよかったんだろうか。うん、でもなんかちょっとあれじゃない、碁とか将棋の先手なんとかなんとかとか、後手先手みたいな、とか、ああいう人なんていうの、あの女の人のあの進行役みたいな役回りの人。え、菊姉さんじゃないの？菊姉さんつうの？菊姉さんねえのか、そういう言い方的には。菊姉でいい、菊姉で、菊姉で。で、本当にあれをやってる人が知り合いにいて、うん、あ、お前のうちは聞くねえなろって言って、キョトーンみたいな。何みたいな。それから逆に聞くねえって言うなって殴り返されるかもしれない。すごい。合ってるってことか。合ってるっていうか、言われたくない。ない。聞くねえってやっぱ、隠語でね。
絶対行っちゃいけない、その人たち別称なんですよそれが。あ、そうなんですか。そうそうそう、じゃあそれは言っちゃダメ。まあ皆さん、こんなトークベタなルパンさんが今日ですね、放送が終わる頃にはトーク上手になってるという企画を、展開いたしますので、まあ一旦ここでじゃあタイトルコールに行って本題に入ろうかと思いますが、はいはい、せっかくならなんか将棋、囲碁将棋、チェス絡みで、チェスをやってる時に一番言ったらかっこいいセリフってをバスって言ってガラス製のチェスを、あ、もうあれしかないですけど、ちょっとなんかくっつけてさ、ちょっとくっつけて相手が誰かを設定して口説きながらチェスする。ああ、いいじゃないですか、口説きチェスですよ、うん、そこにその好意を抱いてる目の前に女性がいて、そう教えながらここはこうすればいいんじゃないっつって、で最終的に一応俺が勝ったらなんとかさせてくれよって約束をしてあるわけだよ。うん、でカツカツっとこうね、こう言って決めの一言言ってさらにドンみたいな。かっこいいな、俺もそういうの難しいな。その相手をじゃあ君の好きな人に設定しよう。好きな人、今一番来てるのは誰だ。不可教のドロンジョ。不可教のドロンジョとやってるんだお前チェスを。でもドロンジョだ。よく考えたらおかしいな。おかしい、今来てる女誰だ。割と即答目のタイミングでフカキョンのドロンジョって素のテンションで。いやでもすごい。写真集高いんですよ。ドロンジョ写真集出してんの？そうそうそう。2000何本するんですけど。いやそういうんじゃないですか。で。ガンプラ今最近集めてるんですけど、うん、それのグフと同じなんですよね、でかいグフのマスターグレードの。そうそうです、うん、でもそっちのグフにはあのハモンさんがついてるんですけど、うん、どっちしようかなって今なってるんですよね。フカキョンのドロンジョの写真集とプラモのおまけのハモンダルを比べてるの君は。そうですね、完全に。どこのお宅が来ちゃったのここに。何言ってんのお前、フカキョン変えよ性欲のままに。そのハモンさんだってこんなちっちゃいんでしょ。でもハモンさんついてんすよ。でかいハモンさん変えよじゃあ。でかいハモンさんでも別に興味ないですよ。グフについてるハモンさん。何言ってんのこいつ。グフについてるちっちゃいハモンさんをお尻の穴に入れたいんだ。間違いないですね。じゃあハモンさんとチェスした方がいいよ。あ、そうっす。あ、そうだね、ハモンさん、うん、あれですかね、ちっちゃいハモンさんとチェスしてんだよ。ちっちゃいハモンさん。ちっちゃくなくてもいいじゃないか。そうですか。だからこう、駒にしちゃうぞみたいなさ。お前もみたいな。ああ。そう、妄想が広がる。難しいな。ね、説明。あ、そうですか。はい。3、2。あ、でも、難しいな。いや、ランバラル的な感じで言うの。ああ、いいね。そうかっこいいね。やってんだよね、ギャロップの中で。ギャロップの中でランバラルとハモンさんがもうみんな兵舎寝静まってるんだよ。で、ちょっといやらしい格好をして。もう兵舎寝静まってるから。二人だけでちょっともう、お互いこう、下着姿でやってんだよ、チェスを。想像しづらいな。それでブランデーとか片手にさ。そうだよ、おうおう、貴重だよ砂漠じゃ。おうおう、なるほどね。じゃあいきますよ。おうおう、はい、3、2。うん、ハモン、うん、どうだハモン。お前ハモン。このクイーンを取ったらハモン、チェックメイトハモン。ファミリー、もうダメだ、チェックメイト。ちょっと待って、2回目。ハモン、せめてハモンさんも喋って。ちょっと考えたんですけど、何ボって。ハモンさん、ちょっと多少会話してくださいよ。いや難しいな、短くて、やりとりは短くていいですから。ハモンさんも喋って。いや難しいな。いやちょっと俺も今考えてたんで、ハモンさんなんか返そうかなと思ったんですけど、ちょっと難しくて。だハモンさんは多分ね、エマニュエル夫人みたいな、こういう塔の大きい椅子に座ってるの、足組んで、ノーパンで。
でチェスやってんだよ。でもえハモンさんは、ああなるほど、また難しくなりましたけどまあだちょっとこうセクシーな感じでいるわけですよ、男を誘うようないいですか、もうまたやるんですか。そうです、はい、3、2ハモーン、うん、ハモーン、ハモーン、うん、クイーン取ったらハモーン、チェックメイトだハモーン、うん、うん、うん、神様やめてよ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 、全く分かんねえな、無理だ、すいません、俺の趣味の話してもらってください。というわけで今回はルパンさんのトーク強化回ということで、はい、まずはこんなメールを読みしたいと思います。ポネム光ファイバーさん、おいいですね、光ファイバーさん、はい、いいポネムだと思います。最近のポキャスを聞いてあまりにイライラしたので思わずメールしてしまいました。最近のルパンさんはプロの芸人をも失速させるほどの間の抜けた発言や人の話を聞いていないためにわけのわからない解消をするなど修正点だらけです。なので127回の時にやったトーク向上企画をもう一度やってみてはいかがでしょうかと。なるほど、まあリスナーの皆さんが思う以上に我々もルパンさんのこの喋れない病、ピントのずれた病は、ほとんど困っておりまして、はい、まあアメリカザリガニ平井さんという喋りでもうね、うん、十何年飯を食ってきてる方も、うん、一瞬こう息をふってこう飲んじゃう。でつい先日もそのサケロックの打ち上げの場で、星野くんという音楽だけじゃなく役者活動もしていろんな経験をなさっている方もキョトンとライブ終わるの疲れがますますズドンとくるような発言をされて、まあ、山岸さんに叱られると。そうですね、まあ、そんなわけで、はい、今回山岸ディレクターこんな企画を考えました、はい、ルパン小島トークスキル向上企画、人から聞いた話を面白く伝える企画、はい、これはですね、まずまあ私が何らかのフリートークのエピソードを話すと、はい、でそれをルパンさんがちゃんと聞いて、コピーというかアレンジしてもいいんですけど、それをまたちゃんとその話を要点をちゃんと聞いて、うん、同じようにみんなに伝え返せるかと、はい、それを実験する企画ですね。わかりました。でまあ短い話長い話2種類ぐらいやってみて、うん、まあ長い話まで問われると、要は人から聞いたこんな話あったんだよとかさ、 今だったらあの滑らない話なんかやってますけども、うんうんうん、結局話してることは5分あっても要点っていうのは何箇所しかないわけじゃないですか、うん、そこをどう溜めて聞かせるのかね、先にこうちょっと匂わせるのかとかいろいろなテクニックってあるじゃないですか。でそういうことを全くあなたは分かってないと、そもそも話の要点がどこなんだと、何が言いたいのかと、噛み合わないっぷりをちゃんとこう、まあ、人の話を意識して聞く訓練というか、そういう感じでまあ試されるわけですけども、はい、どうですか挑むにあたって。緊張してます。緊張してますよね。緊張してます。脇汗かいてましたからね、はい、さっき、うん、あと1時間後にやるっていうことを想像しただけでも脇汗がドバドバと、ドバドバと、ね、なんでまあ僕がなんてことない話をしますから。じゃ今日だいぶ減ってますけどね。すげえ飲んじゃったものさ、普段そんな飲まないみたいな。まあじゃあいいですか、じゃあ適当に、はい、短いやつ、はい、な本当なんてことはない話です。はい、はい、できますよ、用意スタート。このビルで会ったことなんですけど、この前まあ下の電動カフェで飯でも食おうかと思ってエレベーター乗ったら、途中から女の人2人が乗ってきて、あのハッスル事務局のフロアに乗ってきた、多分そうだと思うんですけど、ちょっと1人がもうね175円ぐらいのすっげえでかい女がいて、わーと思って、で間違いなくハッスル事務局じゃないですか、ですげえなーと思って、で僕ちょっと背の高い女の人好きなもんでが私が危険ですけども、でわーちょっといいななんてチラチラ見てたら、なんかその170ぐらいある女の人、ブラジリアントップチームのパーカーを着てたんですよ。でもこう、わーみたいなね、まあ、これ何気ない話で、はい、じゃあ今の話を
ウバーさん大丈夫ですか。じゃあ行きます。頑張ってくださいよ。大丈夫ですよ。ちゃんと聞いて。こんなんなんでもない話ですよ。聞いてた。早く早く早く。早く。用意。スタート。ちょっと何気ない話なんだけどさ、このビルのことなんだけどさ、2階にさハッスル事務局ってあるじゃない。でまあ俺もさちょっと電動で飯でもみたいな感じでさちょっと下降りてったんだよ。エレベーター乗ってしたらさエレベーターでさ2人女の子が出てきてさそのうちの1人がさやったらこう背がでかいんだよね。それはもう身長で言ったらなんか175センチぐらいあったのかな。うわこれでけえな、もうこれ間違いなくハッスル事務局の人だなって、まあ、飯食いながらでそしたらそこの T シャツにさあれだよ ブラジリアン柔術ブラジリアン柔術かなかの T シャツ着ててさ、いや驚いたね。完璧でしょ。桑原さんがもう悟りを開いたような目で。完璧でしょ。はい、いつ飯を食ったんですかね、僕。飯食ってなかったっけ。この話をじゃあ一言で言うと何ですか。175センチの、結構そのハッスル事務局の人だと思うんだけどその人が一言で言うと何ですか。背の高い女の話、まあ、175円するようなでかい女がブラジリアントップチームのパーカーを着てるっていう面白さですよ、うん、そのいかつさごつさ、うん、ああ点数的には何点点数本質を理解してなかったからね。今35点ぐらいですか。35点か引く不満不満なのじゃあできたの今。いや不満じゃねえっすまあちょっとややこしい話でしたよ、うん、今のもう一個ぐらいなんか短めの。そう、ね、短いですか。ちょっと要素が詰まりすぎじゃないか最初からさえ、そうじゃあ短いやつあります。あ、いいっすか、はい、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあまた短いやつ、はい、はいはい、いきますよ、用意スタート。私今 iPhone を使ってるんですけど、はい、この前もう iPhone 買ってよかったと思うアプリケーション手に入れたんですよ。音声合成ソフトなんですけど、まあ例えばこう打ち込むとですね、こう喋るんですよ。これが面白くて、この前とりあえずまず僕はこういう言葉を入れたわけですよ。パシこういう言葉を入れてすげえ面白いなと思ってこういろんなところでプシプシ言わしたんですよ。でこの入れたままナッツさんと僕とで飯をやっぱ地下にね電動で飯を食いに行こうと思ってチーンって6階でエレベーター来たらちょうど上から小川くんとかですね3人ぐらいの AD 軍団が乗ってて、でそこにいる5人みんな顔見知りじゃないですか。で4階でまた全然知らない編集部の人が2人入ってきてエレベーターしようってしまって静かじゃないですか。そこでこう僕がこうプシプシプシって何度もこう言わせてもう涙が出るほど笑ったんですよ。でもうそれがあまりにも面白かったんで今度これ仕事もしないでいろんなこと打ち込んでもしもし南野陽子さんいますかって一生懸命打ってそれをですね僕内線で桑原君にかけたらどうやら河合さんが出たらしくてですね女性の声がして女の人がもしもし言ったけど構わないと思ってもうもしもしってそのままガチャンって切っちゃいましたはい、うわ長い長かったか。いやいや長いそんなに多くないですよ。あ、じゃあこれなんかあれですよ。そのいちいちビッグバーズ別に打ち込まなくてね。うん。まあ今出てきた雰囲気だけで、はい。そうそうそう。音声合成っぽく喋ればいいだけだ。音声合成っぽく。はい。ちゃんと頭の中入ってありますか。よし。は
いっす。じゃあ再現。よーい。スタート。私最近ね iPhone を使ってるんですけど、で iPhone のアプリケーションでね面白いアプリケーションがあって、まあ何かっていうと、まあ音声合成のアプリケーションなんですけど。まあまあこんな感じなんです。でこれで私ですね、まあちょっとこんなことを入れてみました。話まあ何ですって。はい。まあちょっと音声合成なところもあるんで。パシ。パシ。まあこのこうちょっとこうまあこういうことを入れたんですけど、でまあまあ、またこれもね電動なんですけど、まあ飯をね食おうと思って、まあこの iPhone のこれまあ持ちながらとりあえず電動でね、そしたら飯を電動で小川くんとかね、ウェブのスタッフとこうちょっとあれ小川くんとかねエレベーターで、まあ、飯食った帰りですね、エレベーターの方で、あ、飯食ってねえな、飯は食ってねえ、小川くんとこうエレベーターでさこうバッターって、まあそれでまたここで「はい」みたいな感じで鳴らしてね、でこれはもうすげえ面白いなってことで、私桑原に電話したんですよ、内線でね、うん、でまあそこ音声合成面白いなってことでね、でまあマシマシ、あ違うな、音声合成っぽくね、マシマシみたいな感じで、そしたらその出たのがなんと河合さんだったんですよ。だからもうちょっともうそれないなってことでもう電話切っちゃった。だいぶコンパクトにされましたね話を。だいぶでも要点がちょっとね小川のところ、じゃあこの話の要点は何でしょう、短く。これは音声合成ソフトが面白い。確かにそうなんですけど、うん、もう少し音声合成ソフトが面白くて、それをちょっとこうまあ電話でね試しにやってみたところで面白かった。違うか。まあ最初エレベーターの中、うん、知らない人が入ってきて、静かな空間の中で音声合成の声でいきなりプシンって聞こえることの面白さ、それと外人が言うはずもない、もしもし南野陽子さんいますかっていう内線が、しかもそいつ社内にいるってことだからね、その外人が設定的には。そうだ。なんで会社にいる人が映像企画部に南野陽子さんいますかってかけてくるんだろうみたいな、そういう面白さとは。そうだ。一番面白い部分抜けちゃったな。長い。ちょっとそんな長くないんじゃないか。だからあれだよね、裏話対決と全く一緒だよね。本題に届く前に出だしの細かいとこだけ拾いすぎて、もうお尻の時間が足りなくなるっていう。要点だけポンポンポンとつまんでグッてやればいい。何点？え？何点？君から。いやちょっと上がってるはずなんだよ。下がってるってことはねえだろ。南野陽子もあれですよ、車内エレベーター内の静かな空間でプッシーと君は端折っちゃったから、うん、今度は0点ですよ。だって今の話何が、お前の音声合成のモノマネがちょっと面白かっただけじゃん。それはもうお前のオリジナルじゃん、この話を生かしてないじゃんか、そんな。じゃああれだよ、オチがある話の綺麗に行くとしたら、俺と小林さんが同じ高校だったって話で綺麗に、そこが最後が綺麗に落ちるとこだから、うん、それをやればいいじゃん。それはもう先月週聞いてんだから、ほう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 、俺になって話すんだ、酒ロックの打ち上げに行ってから話せばいいじゃん。ああ、なるほどなるほどなるほど。いいっすか、うん、じゃあ行きますよ。はい、用意スタート。いや、この前さ、サンタのね、ご招待で、サケロックのライブ行ったじゃない。で、打ち上げまでさ、まぁ、ちょっと招待してもらってさ、そんで、その時、まぁ、メンツ、あれだ、生活さん、生活純子さん、小林さんと、まぁ、俺と、アドルパンと、あと、まぁ、ちょっと、まぁ、その辺で、まぁ、飯を食ってね。で、まぁ、
まあ、先に飯食って、まあ、酒ロックの方の打ち上げにも出て、でまあそれはちょっと途中で、まあ、電車の都合もあったから、まあ、帰ったんだけど、その帰り道これちょっとびっくりすることが起きて、小林さんなんか どの辺住んですかっていう感じで何気なくちょっと聞いたんだよね。そしたらね、まあまあ、前からもちょっと知ってたんだけど、小林さん調布に住んでらして、で俺も調布に住んでたってところもあって、したらさ、こう調布、お互い調布っていうのは分かってたんだけど、したら何気なく出した高校がさ、もうバッチリさ、俺が卒業した学校でさ、なんと俺の小林さん後輩だったんだよね。いやこれびっくりだよ。何どこ住んですかってあ、そこで笑ってたの？そこで笑ってたの？どこだから、どこ住んでんですか、どこ住んでん、お前言えてなかったじゃん、どこ住んですかってなんか気の抜けたないけど、でもどう今のはどう？いやまあ間違ってますからね。また間違ってますか？何気なく出した高校がとかじゃないですもん。だって調布でもないですからね。地元が一緒、近いってこと、地元が近いっていう、で家が近いもんだから、何気なく小林さんが、え、高校はどこなんですかって言うから、府中東って言ったら、あっていうリアクションで、私もですと、初めてそんな後輩の人に会ったっていう話。何点？何その毎回得点おねだりみたいなのも。まあ難しいな。45点。おっ、上がった。まあ当たらずとも遠からず、さっきよりはね、まあ、どこ住んですかが面白かったっていうボーナス点的な。またそういうとこ行っちゃうと、ほらまたそういう風になっちゃうからさ。まあそんなわけでちょっと、どうですか今井君、治療をしてみたんですけど。いや、タカさんがおっしゃった通り、眠りやすくないっていうのは本当に分かりますね。覚えられない。前半だけどうでもいいディテールが多いでしょ。あの小林さんの話でも結構1時間ぐらい前の話だけど、その電車だから帰るってとこまでは結構待ってた。うん、最初だけか。そうっすね。汚れを増やす練習の方がいいんじゃないですかね。記憶力？メモリを増やす練習。メモリを増やす練習。神経衰弱とか。脳トレ的な。脳トレしろってよ。トークよりもまずそう。いやでもそういうことなんだろうな、きっと。どうですか企画したサンタさん。いや失敗だったなって。そうですか。いやでもこれがでもまあ分かるったじゃないですか、どういうふうに足りないっていう、メモリが足りないっていうことが分かりましたから、これからじゃあメモリを増やしていく方向で。そうだから、そうです、ね、メモリが少ないのに君は最高画質モードで録画しようとするから、前半だけ鮮明に記録されて後半後もブツブツなんですよ。なるほど。とりあえず3倍モードで全体を取れと。で要点をこことこことここ、でここが話の山だなとか、うん、レベルの強弱も見えてくるじゃないですか、要点が分かれば。いやほんと難しいね、喋るってね。なんか一発でわーっていうのはできんだけど、そのこうやってこう喋ってどうのこうのっていうのが一向にうまくなんねえな。うまさを求めてんじゃなくて、俺が楽しいかどうかってことだよな。元気だよね、もう簡単に言えば元気。ここに対してうまいこと言えないけど、楽しみに来ました、遊びに来ましたぐらいの元気さがないもの。ああなるほどなるほどなるほど。お前桑原君と目が合っちゃったよ。お前桑原さんなんか嫌なことあったらもうパッと女抱きに行ってガンガンガンってやればもうつるっと元気になって帰ってきますからね。間違いないです。
でちょっとたまにホコリのかぶったチェスを綺麗にガラスだからちょっとやっぱ綺麗でしたけど、なんでサンタ知ってんのそれを。いやだいぶ前に聞いて爆笑したんですよガラスのチェス持ってんだっつって。いや最初嘘で桑原の家にはあのでっかい王将の駒があるっていう嘘をついてたんですよ。よくしたら、いやそんなんないっすよ、あるのはガラスのチェスです。それはマジトレンディードラマだよね。すげえな、ガラスのチェスいくらした。で最初安いの買っちゃってしょぼくて、あこれねえなと思ってちゃんと新しいの買い直したの。買い直したの2個目いくらの買ったの。でもそんな1万とかじゃないですか。1万円出すの？すげえ。いい道具が欲しくなるわけじゃないですか。いや、わかるけど、じゃあチェスのいいもののピラミッドってガラスがいいわけじゃないでしょ、レベル的に。やってて、いい感じだっていう感じ。いい感じ、いい具合がいいわけだ。重くて、ダーンと。それ例えば部屋に遊びに来たウケチが酔っ払って割っちゃったらどうする。折っちゃったら、まあ俺あれですね、パルドライバーとかしますね多分。あいつ怒る、めちゃ怒ります。めちゃ大事にしてんじゃん。触ってもちょっとやっとしますもんね。触られたくないの。いやなんか油っぽそうじゃないですか。てかあいつデフォルトで手が汚いんですよ。俺常にあのもう 5,6 年一緒にいますけど、あいつ常に手が何汚れなの。黒ずんでるんですよ。作業員からみたいな感じするよ。油仕事してる人みたいな。なんか工場系ですね。メカニックみたいな。そうですね。もうだ指紋にこびりついて取れない汚れがあるんだよ。あと爪のここら辺が黒くなってるみたいな。その汚いんですよ、手が汚い。実家なのにね、あいつね。本当にね、クワのね、ウケチに対する愛っていうのはすごいよね。すごいでかいね。友達をちゃんと作れとかさ、そういうすごい広くてあったかい受け皿なんだよ。だけどその手でチェスを触った日にはぶん殴られるっていう。で、あのプライオリティ的にはチェスの方が上にいるわけですよね、正直ウケチよりは。だからあと日々いかに面白い目線を持って生きるかですよ。あ、いやそれも前言ったよね、何もお前インプットしてないだろうって話でさ、映画見た方がいい。俺試写会で言ったけど、おっぱいバレー面白かったです。あびっくりです。ドロップクソ、あそうスバルクソ、うん、このカーボーイももううちが残念、うん、おっぱいバレー面白かったですね。へびっくりです。あれ見たいんだな、アメリケンサッカーすごい。ああ、うん、いやだからこの中で一番クドカンに詳しい男になればいいじゃない。ああ、そうね、そうそうそう。じゃあ来週はメリケンサックトークでいきましょうか。おう、オープニング。じゃあ見ていきます、ね、メリケンサックがいかに面白かったか、まあ、見どころつまんなかったらここがダメだった、面白おかしく。で女は3人ぐらい抱いてこい。そういうのはなんかあるといいですね。だってもう桑原なんか出張に行ったらじっとしてないんだから。まあまあ、一晩でいくら使ったんだっけ、最高あの。じゃあせっかくトークも向上したことですから、はい、指名のトークもルパンさんに委ねたいと思います。はい、はい、そういうわけでファミツウェーブ DVD ポッドキャスティング162回目ですけども、私ねルパン小島のトークスキル、まあまあ聞いてる読者の、あ聞いてるねリスナーの皆さんはねまだまだまだなと思ってるとは思うんですけども、私ですねまあこのまま繰り返しになってしまうんですけど、まずはもう身なりからですね、まあジャージをやめて、ちょっとなんか意識的にこうやっぱスーツとかね、やっぱ編集長になると企画で、うん、ジャージとの決別式やりましょう。おいいね、燃やしましょう。それぐらいじゃなきゃダメだと思います。まあまあそうだね、ジャージの決別式を多摩川でやりましょう今度。それでそのスタイリングの相談とかを身近な女性にすることで縁にしたりとかね。こないだした話と全く同じですから。あ、いなかった。そういなかった時
デジャブだな。ちなみにこれ俺とおばらでもしたからね、お前のやりたこと。格好どうにかした方がいいってね。おばあちゃんは前からね言ってくれてるからね。まあ君もそうだけど。前から言ってんじゃねえかここで。お前も何回やめるっつったじゃん。よし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 。はい、そんなわけで、ルパン小島、ジャージやめます。本当にやめます。有言実行で。やめます。焼きます。焼きます。ジャージ焼きます。ただちょっと一着だけね気に入ってんのがあるんだよね、あの紺色のやつでね。それはちょっと焼かないかな。まあでも何せよまずはね服装から身だしなみから。ジャージで焼き芋作りましょう。玉が。ジャージ焼きしましょう。髪型もね、ちょっと変えたいなと思ってるんだよね。坊主以外に印象がねえな。うん、だからなんかねえかな。あんた金髪の時に今日やって。金髪ね、痛いんだよね、あれ。はい、じゃそんなわけで、楽しくやっていきたいと思いますんで、今後ともね。ファミ通 AV DVD ポッドキャスティング、ファミ通 AV DVD、本誌、よろしくお願いします。そんなわけでね、お相手は、私、ルパン小島と宇野杉でした。